ございます。いやいやいや、実はですね、もう緊急事態宣言が出ましたからです。まだ出てないから、今日の夕方ですから出るんですかね。だからもうそれが明けるまではですね、もう普通の格好で、このバカ親父もお口の小指と熊本永田もですね、この普通の格好でさせてもらおうかと思いますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。実はですね、うちの長男が長男が福岡なんですよ。次男が東京、ダブルビンゴですね。いや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 、まあ、ちょっと心配でございますが、まあ、おうちでおとなしく、まあ、大将たちはどちらも引きこもり個室で、私も一緒ですけど、今の男っ子はおとなしくですもんな。女の頃が元気ですもんな。はいはい。引きこもり個室、地質でですね、もうゲームさえしとればええみたいなタイプですから、かえって逆に喜んでいるのではないかなと思うんですけどですね。まあまあ、後で LINE でもしてみようかなと思います。いやいや、でもですね、もう本当ですね、もう本当コロナちゃんはですね、もうとんでもないやつですね、あいつはですね。もう本当に、まあ、一つですね、コロナちゃんですか、もう早くですね、もう収束を心より願っております。さあ頑張りましょう。はい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 。今日は9月の6日だったかな。ちょっと9月やね。4月の6日ぐらいかな。確か今日は火曜日。夜の7時までコロナに負けるな。夜7時まで泣いた営業。いつものお約束。今日も元気に営業中。よいしょ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 。はい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 。もう本当ですね、皆様ですね、本当手洗いうがい、もう私もそうですね、手洗いうがいですね、もう一生懸命ですね、頑張ってからですね、体調管理ですから、もう私ですね、やっぱ今ちょっとダイエット中か、カロリーをちょっと控えてたんですけど、ちょっと増やそうかなと。だけど昨日からお昼アンパンを食べるようになりました。やっぱちょっとこれはちょっとやばいなと、あんま免疫力下げたらいかんなみたいな感じでですね、はい。でもちろんお店ではですね、普段はもうマスクをするようにしておりますので、どうぞ皆様一つよろしくお願い申し上げます。まあみんなですね、コロナに負けるな、熊本頑張れ、日本頑張れ、世界頑張れ、一生懸命よろしくお願いします。